写真拡大。阪神木浪聖也内野手、25が7日の広島戦、松田の2回2失1、2塁で右翼フェンス直撃の敵地打を放ち、2-0と点差を広げた。昨日打てなかった悔しさがあったので、絶対にやり返してやろうと思っていました。まだ序盤なので、もっと打てるように頑張ります。今季27度目のマルチ安打で先発の西を援護した。1回、先頭では14球粘って10連打を放ち先制のホームを踏むと、2回にも見せた。西1、2塁で打席に入り、2球目の117キロを振り抜き右翼フェンス直撃の敵地打に。前日6日には8月18日の巨人戦、東京ドームから続いていた連続試合安打が13でストップしたが、一夜明けて再び快音。得点に絡む2安打で存在感を放った。